まっちゃんのサバイバルスペイン語講座始まるよ。こんにちは、まっちゃんです。こちらスペインをマラガからお送りするサバイバルスペイン語講座、今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、ポールとパラの比較検証というのをやってみたいと思いますよ。こちらまるちゃんのサバスペ講座では、私のスペインでの日々の生活をもとに、楽しくレアなスペイン情報、あと簡単で必ず通じるスペイン語を皆さんにどんどんお届けしておりますよ。ぜひですね、チャンネル登録をねプチッとしていただいて、私と一緒にスペインへの夢に向けてね、楽しくお勉強していただければ嬉しいです。あとね、もうスペインなんか興味ないからもうほっといてという方にもですよ、スペインの魅力をですね、もう私もどんどん放出しておりますのでね、放出という感じでね、ぜひ最後までねご覧になってみてくださいね。で、今日冒頭で申し上げましたようにですね、今日やってみたいのは、前置詞のポールとパラのね比較検証ということでございますよ。これね、以前にね、ポールとパラね、それぞれの動画をね一本ずつ上げております。でね、その時にですよ、そのうちポールとパラのね比較もやってみたいと思いますなんてね、まるちゃんね言っておりまして、またほったらかしにしておりましたのでね、それをね今回はちょっとやってみたいと思いますよ。で、どんな方法でねやるかというんですけども、これね、一つの文章、同じ文章を作りましてですね、その一つの文章でポールとパラを入れ替えて、意味合いがどのように変わってくるかっていうのをね、ちょっと検証してみたいと思いますよ。で、今日でちょっと10項目ぐらいありますんでね、また急いでいきませんとね、オリンピックはもうどんどんもう東京もパリも全部終わっちゃうということでね、行っていきたいと思いますよ。いきましょう。一つ目、こちらね、いきますよ。これはですね、エステディブホアシードピンタードポールミアミーガ、これね、同じ文章もう一つパラに入れ替えて言いますからね。エステディブホアシードピンタードパラミアミーガ。もう一回言いましょう。エステディブホアシードピンタードポルミアミーガ。エステディブホアシードピンタードパラミアミーガ。という風になります。これでね、どういう風に意味が違ってくるかというのをね、説明しますよ。これね、ポールミアミーガという風になりますと、この絵を描いたのは私のお友達が描いた絵ということになりますね。これポールミアミーガ、彼女によって描かれた絵ですよという風に言っております。で、次の二つ目のパラミアミーガという風になりますと、この絵は彼女のために描かれた絵だということになりますよ。これね、作者はもしかしたら私かもしれないし、また違うね、画家の人かもわかりません。ただこれは分かっているのは、彼女のために描かれ得た絵だということでございますよ。こちら最初のね、例文を分かりいただけましたでしょうかね。次2つ目、こちらですね。Por eso fui a Madrid. Para eso fui a Madrid.このね、違いね、ちょっといきますよ。これね、ポルエソフィアマドリー。これ例えばですよ、なんかの会話の途中でね、ポルエソフィアマドリーって、これ例えば、なんかお休みがあってね、時間がポッと空いたから、どっか行きたいんだけど、まあ今ね、日本にも行けないし、どこ行こうかなということで、マドリッドに行ってね、それでね、まあ、プラド美術館なんかも随分ね、長いこと見てないから、行ってこようかと思って、行ってみたのよ、という感じでね、これはまあ、特に明確な理由はないんです。まあちょっとの休みを利用して、マドリッドに行きました。ポルエソフィアマドリーという感じですね。で、次のね、パラエソフィアマドリーという風になりますと、明確な理由があります。これ例えばでしょ、私たちね、今のここ私はマラガというところにおりますが、なんかね、重要な書類をね、まあ、例えば戸籍関係であるとかね、パスポートの書き換えとか、そういう時になりますとですね、マドリッドの日本大使館にね、お世話になるということになりますね。それでね、どうしても本人が行かなきゃいけない場合は、マドリッドまで行かなきゃいけない、ということになりますよ。まあ、でもあれですよ、ご親切なんかね、アンダルシアのね、ちょっとこう、毎年ね、こう、街にね、こう、わざわざ立ち寄ってくれてね、そういう書類をね、作ってくれるなんてね、いうサービスもね、やってらっしゃると、本当にありがたい話でございますよ。ただね、もう緊急の場合はね、パスポート期間切れるからもう行かなきゃいけないというような時は、マドリッドまで出向くということになりますね。で、そういうために、パラエソ。これをね、パスポートをレノバールするために、パスポートを更新するために、パラエソフィアマドリ。そのためにマドリッドに行ったのよ、というね、これ明確な理由がある場合の、これ、ね、ポールエソはあんまり理由がない、ね。パラエソはもうしっかりした理由があるという場合でございますね。次、こちら3つ目ね。これね、ポルミコンプラビノティント。2つ目、これが、パラミコンプラビノティント。ということでございますよ。このね、最初のポルミコンプラビノティントね、これは例えばなんかお食事会かなんかの時に、何なんか飲み物を買ってくなんてね言われて、あ、何でもいいけど、あの、何でもいいか、みんなが欲しいものでいいんだけど、まあビノティントがみんなね、赤ワインがいいんだったら赤買ってきてという感じが、これポルミね、コンプラビノティントという感じ、私はどうでもいいからねという感じです。次のこれパラミコンプラビノティントということになりますとしよう、これはもう強いよね、私の明確
沢な、もう赤ワインが欲しいというね、赤ワインが飲みたいんだというね、明確な意思があるということでございますよ。君たちがウイスキーを飲もうが、白ワインを飲もうが、ロゼを飲もうが、私は赤ワインが欲しいんだ、赤を買ってこいという時のパラミということになりますでしょうかね。こちらね、ボルミコンプラビノティントパラミコンプラビノティント、このね違いをお分かりいただけましたでしょうかね。次これ4つ目になりますか。エサティエンダテネドッシージャスポールベンデール。次ね、これエサティエンダテネドッシージャスパラベンデールということですね。これはちょっと難しいですけど、ちょっとね、丁寧に説明しますけれども、エサティエンダティネドッシージャね、ポールベンデー、このここのお店は、二つねこう椅子があるんだけど、これまあ売り物は売り物なんですよね。でこれはいろんな、他にもいっぱい椅子があったんだと思う。他にも椅子もテーブルもいっぱいあって、これだけね、売り残っちゃってる。この二つの椅子だけ売れ残っちゃってるんですけど、まあ、売り物は売り物なんですよ、という場合のポールベンデーっていう感じでしょうか。ちょっとね、ニュアンス難しいですけど、次のもう一つの本見ていただくともっとわかるかもしれませんね。エサティエンダティネドッシージャスパラベンデー。ね。このドッシージャスパラベンデーというのは、これはこう二つしかないわけです。この場合は椅子が2つしかありません。売り物はこの2つの椅子しかないということですよ。もしかしたらお肉屋さんになんか古いね、家の椅子かなんか持ってきて、これ売るために持ってきたんだけど、いかがですか？お肉のね、ついでにいかがですか？なんていう時に使う。まあそういう時かどうかわかりませんけど、この椅子はもう明確に売るための、もう売りたいんだという意思がね、しっかり乗っかってる場合のパラベンデルという感じでしょうか。ね、どうでしょう？うまく説明できてるんでしょうか？次これ5つ目。これね、puedes recoger las cosas por mí。puedes recoger las cosas para mí。これはね、人に掃除を頼んでるんですけど、いずれもね。これは例えば、puedes recoger las cosas、ちょっとね、その辺ちょっとすいませんけど、片付けてもらえるかしら、とね、いう感じ。これ最初の、por mí っていうのは、私がやらなきゃいけないの分かってんだけど、今ちょっと、こっちでご飯作ってて手が離せないからすいません。人が来る前にやっといてもらえるかな、ちょっとその辺片付けといてもらえるというふうにお願いしている場合ですね。で、もう一つの場合、puedes recoger las cosas para mí。っていうのこれね、自分はソファーかなんかでね、こうちょっとコーヒーかなんか飲みながらね、ぼーっとしてるわけですよ。でね、でそこにいるね、誰かさんにね、ちょっと悪いんだけど、そこ掃除しといてくれる？って、私のためにやっといてよ。って感じで、お姫様状態という感じでしょうか。そういう場合のポールとパル。これ、違いお分かりいただけましたでしょうかね。次、これ、もういくつ目かわかりませんけれども、これはね、ティロポラベンターナ。これはね、ティロラソハスポラベンターナ。これね、節分のお話でございます。これ私ね、もうこの間、節分のためにと思って取っておいたのも忘れません。これね、これね、アルディだったかな。アルディってね、スーパーで、ドイツ系のスーパーでね、枝豆&ソファーって売ってるんですよ。これね、まあ大豆です。まあ、日本で種まき用の、これ大豆になりますけど、これ美味しいんですよ。食べるとね、美味しいんですけど、これをね、取っておいたのにね、これ投げるの忘れたんですよ。これでね、それで例えば、ティロラソハスポラベンターナ。ね、これティロラソハスパララベンターナ。この違いはと言いますとですね、これね、今のね、お家はちょっとあれなんですね、家の前もすぐね、道になってて、車通ったり、もうすぐ下ね、人が歩いてたりするんでね、豆まきはできないです。で昔住んでたお家はね、ちょっと前がもう広場になってるんでね、別にちょっと豆ね、少しぐらい投げても大丈夫だろう。とね、いう感じでね、豆まきをしていたということでございますよ。で、その場合は、ティロラソハスポラベンターナ。これ窓から外に向かって投げている。ね。で、こっちの、パララベンターナ。ティロラソハスパララベンターナというのは、家の中で控えめにちょっと窓側に向かって、窓に向かって豆を投げるよということでございますよ。お分かりいただけましたでしょうかね。次の例題ね。これをね、ちょっとね、これ、こちらね、こんな感じ。これね、これ、アボガドオイルね、この間のシワの時にね、あれですね、アルガンオイルと言いました。このね、アボガドオイルもなかなかいいんですよ。これね、これね、テンゴアセイテでアゴアカテポラカラ。ね。テンゴアセイテでアゴアカテパララカラ。この違いはと言いますとですよ、これね、なんか夜ね、お顔洗って、お手入れしてましてですね、ちょっとなんかこの辺にベロリーンとね、ベロリーンとこれなんかついてるよって言われるわけですよ。これなんかついてる。あーって、これはね、テンゴアセイテでアゴアカテパラ。
ポラカラ。あたりにちょっと油ついちゃってたっていう感じでしょうかね。ここに乗っかってる、この乗っかってるという感じでございますね。で、こっちの、テンゴ、アセイテデアゴアガデパララカラというのは、顔用の、アボガドオイルを私は持ってますよということでございますよ。お分かりいただけますでしょうかね。なんか自分で説明しててちゃんとできてるかどうか不安でございますけどね。次に参りましょう。これはね、オジェ、アブラポルティ。次は、オジェ、アブラパラティ。これどう違うかというとですね、これはね、オジェ、なんか会議かなんかでね、みんなレウニオンでね、オジェ、アブラポルティ、ね、君の意見を聞かせてほしいんだけど、ね、どうなんだいつかね、アブラポルティ、君の意見をね、ちょっと言ってくれ、というふうに言われたということでございますよ。じゃあもう一つの、オジェ、アブラパラティというのはどういう時かというと、まあ、例えば仕事場でね、みんなこう一生懸命なんか、まあ、手書きの人いませんから、まっちゃんいつも手書きです。こういう感じでお仕事ちょっとしてんのに、なんか一人ごと言う人がいるわけです。大きな声でね、一人ごと言ってますよ。ね、もう、パタ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 言ってるから、ね。で、そういう時に、オジェ、アブラパラティ。オジェ、アブラパラティ。それはですね、みんな仕事してるから、ちょっと悪いんだけどね、ボリューム下げて、もう自分に聞こえるぐらいの声で、チェゴで喋ってくれ。というふうに言っているということでございますよ。パラティね、あんたのためだけに喋っとけということでしょうか。次のね、例文こちらね。ボイヤコシナルエステポジョポラノチェ。ボイヤコシナルエステポジョパララノチェ。この違いはと言いますとですね、なんか鳥の、丸ままの鳥が安く売ってたね、いつものようにね、買ってまいりましてですね、これを、調理するのはどっちも調理するんですよ。で、ボイヤコシナイステポジョ、ボランノチェ。ちょっと今ね、まだやってることがあるから、これは夜ね、キッチンでちょっと調理するわ、というふうに言っていますね。これ夜何時でもいいわけですよね。ちょっと仕事が終わって帰ってきて、まあ8時でもいいし、まあ9時でもいいんだけど、これをちょっと調理します、というふうに言ってますよ。で、もう一つの、ボイヤコシナンエステポジョパララノーチェという風になると、これはもうね、この日の夜に、例えばお客様がいらして、これを お出ししなきゃいけないから、夜までに作っとかなければいけないということでございますよ。そういうためのパララノーチェ。夜までにね。あと夜にと夜までにということでしょうか。で次のね、例文のこれ最後になりますけど、こちら、コンプレエステオルデナドポールミエルマーノ。ね、コンプレエステオルデナドパラミエルマーノ。これがですね、まあ、最後の例文でございますけど、これはどういうことかというと、まあ、お家にね、1台しかね、パソコンがなかった、ね。で、なんか仕事で使うし、弟がゲームにハマっちゃって、もう全然もうなんか2人で共用はもう難しいということでね、弟がもうゲームにハマって、もう今やめられない、ちょっと待ってくれ、なんてね、言うわけでございますから、仕方がない。僕は仕事用に自分用のオルデナドールを買いましたということでございますよ。で、もう一つの方の、これはコンプレエステオルデナドールパラミエルマーノというふうに言うと、これは弟のためにね、僕がね、このパソコン買ってやったんだよ。これはプレゼントしたんだ、レジェニーなんてね、言うと、時に使う、これはパラミエルマーノ、弟のために買ったよという意味になりますよ。今日こんな感じでね、ポールとパラのね、比較をちょっとね、やってみたんですけど、これお分かりいただけましたでしょうかね。まあちゃんちょっと不安でございますけどね、もしうまくね、説明できててよく分かったよ、まるちゃんってね、いう方はぜひね、いいねボタンね、お願いいたします。またね、次回もサバイバルで楽しいお勉強してまいりましょう。今回もご視聴大変ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタン、あとコメントなんかもね、お待ちしております。お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではまたこちらマラガでお会いいたしましょう。さよなら、アディオス、アスタルエゴ。